その日、人類は思い出した。奴らに支配されていた恐怖を。鳥かごの中に囚われていた屈辱を。は巨人だ。あれから2年、シガンシナ区を出た3人は第104期の訓練兵を教官に鍛えられる毎日を送っていた。どうした第104期訓練兵団、ここには役立たずしかいないのか。立体起動装置を扱えない奴はおとりにも使えん。他の連中も聞いておけ。今の貴様らはせいぜい巨人の餌になるしかないただの家畜。そんな貴様らに我々が巨人と戦う術を叩き込んでやっているのだ。餌のまま死にたくなければ必死に食らいついてこい。次、用意はいいか。
巨人を一匹残らず駆逐してやる。まずは立体機動術の基本、移動からだ。巨人なんか相手にできねえぞ。よし、いいだろう。これで貴様らでもおとりくらいは務まるはずだ。次は巨人を模した目標に対する攻撃訓練だ。まずは小さい巨人からやってもらう。巨人の弱点部位を理解しているな。そこに目安を立てて確実に攻撃を当てろ。実際の戦場でそのままではすぐに巨人の胃袋行きだぞ。次は大型の巨人に対する攻撃訓練だ。早く目標を見つけて、順位を肩と下は急いでやるぞ。
俺が先に目標を見つけたら横取りするんじゃねえぞ。意外と無礼とかも言うじゃん。獲物を奪うのに作法が必要ですか。ほら、取られるお前が悪い。リスクの差が出てると思うと手として自信を出せないな。壊れさせるとまた教官にどやされるぞ。俺も手は抜かねえけどな。エリ、大丈夫。余計なことはするんだから。お前はお前で全力を尽くせよ。アニさん、珍しくやる気出してんな。そうではない。検定団が帰れるけど実際起動して強化したい。もっとチームワークを鍛えてくれば実戦に近い訓練ができると思うんだけど。お前らしいよ。でも今回は競争なんだ。お互い頑張ろうぜ。訓練だけだって手は抜くない。これが兵士としての責任ってやつ。分かってるよ。他の奴らに負けたくもねえしな。立体起動装置、今すぐ使えてるみたいだ。ああ、使うのかな。もっと上手くなってやる。今回の結果を踏まえ、さらに訓練に励め。解散。
つかねば。3年間の訓練を終えた第104期訓練兵はついに卒業の日を迎えることとなった。心臓を捧げよ。はあ、本日をもって訓練兵を卒業する貴様らには3つの選択肢がある。壁の強化に努め、各町を犠牲を覚悟した。そして無論、ケン・クリスタ・レンズ、サシャ・ブラウス、コニー・スプリンガー、マルコ・ボット、ジャン・キルシュタイン、エレン・イエーガー、アニ・レオンハート、ベルトルト・フーバー、ライナー・ブラウン、主席、ミカサ。やっとここまでたどり着いた。今度は俺たちが。マルコ、これで一緒に憲兵団に行けるな。ああ、まだお利口さんをやっ。おい、ジャン、お前おかしいとは思わねえのか。巨人から遠ざかるために巨人殺しの技を磨くなんてよ。今さら何言ってんだ。これが4年前の作戦で勝てないと思うから諦めるのか。それは巨人に対して無知だったからだ。お前は何十万の犠牲で得た戦術の発達を放棄して内地に引きこもるのか。
そんなに外に出たいなら人、俺は巨人を駆逐して、今日も頑張ろう。
人類の未来のためだ。おい、おい、おい、するって。コニー、お前八番だろ。前は憲兵団に入るって。エレンの昨日の演説が効いたみたいね。うるせえ。あの、皆さん、そうそう、大丈夫ですよ。ウォールマリア奪還の前、私も食べるから。お前ら、ごめんだった。ようやく戦場を取り戻す。やれば十分巨人と戦えるぞ。
危ねえ。もう少しで潰されるところだった。こいつはさっきより大きいぞ。一人でやれんのか。俺も一緒に戦うぞ。私も行きますよ。俺とサシャで奴の注意を引く。お前は同じを狙え。お前ら、よし、行くぞ。なんとかなるもんだな。目標、敵兵総出！
攻撃を防ぐ。まだ戦える。左腕を振りかぶったぞ。攻撃を阻止しねえぞ。逃さん。